前回ですね対 AI と戦った時にほぼ飛車毒の局面から私負けてしまったんですけども今回はさすがにこれは勝てるだろうっていうのを思ってきましたはいそれが今映ってる局面角をちょっとタップミスでここになってしまったみたいな局面ですねこれは勝てるなんせ今回は飛車毒じゃなくてこれ取り返せば角毒なんですけど 前回は飛車毒とはいえ不存はしてたんですよね。でしかもこっちの陣形が乱れてたっていうデメリットがあるただ今回は無条件に獲得ですしこっち形もいいし角も使いやすいこれは負けないというわけでやっていきましょうえ前回と同じ持ち時間10秒でやっていきますお願いしますこれは勝つよこれは勝たせて でね、序盤は飛車より角っていう言葉があって序盤は飛車取るより角もらった方がそこに飛車飛車くれんのてかこれ角打てんねんけどそうこんな感じで角使いやすいから角もらった方がいいよねっていう言葉があるんですよね。いやだから今回角もらってるからそういう意味でも勝ちやすい。ここれれで角なっといてこれは これ、負けようなくねとか言って前回負けたからな。マジで。ふう、まあ、馬引きを受けてくる。まあ、冷静に刺すなら馬引きとか。まあ、一旦飛車先伸ばしとくか。一旦飛車使っとく。もう今日は加工う。今日は加工う。ちょっと前囲わずに負けたから、今日は囲ってこう。前回、ふうふうとかしてちょっと端攻めして。今回も馬効いてるから、 そういういこと箸攻めしてみたい気もするけど加工を一旦ね一旦加工気持ち忘れないでいいよなんか右四間飛車んか右試験飛車,車にしてくるいやもう加工加工加工もう油断しないそ KK とかいこうかなと思ったけどそういうその悪魔の声に耳をか傾けてはいけないあ馬引きを消したってことね まあ馬引く余地があってまだ大丈夫やからここまでは囲おうもうここまで囲えば大丈夫左身ので硬いからあとはちょっと攻めていこう、まあ、この金の形が基本的に軽跳ねに弱い形なんでちょっと軽跳ねで攻めの形を作っていきたい、まあ、とりあえず馬は助けていくうんなんかこの馬狙われそうやから一回歩ついてここ引く余地残した方がいいかなあ金 これ次一応金でなんか馬入ったら銀上がりで馬積みとかあるんでちょっと引き橋を用意しとくか自陣に引きつけてねもう馬は自陣に引けって言うからもう格言だけに従ってこう信じられるものは格言だけこのシフとかもな受けといていいような気するんですけどまあ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 もういいかもう橋なんてそんな価値の低い手はいらん KK に期待しようでも金ででうまいどこに引くかですけどまあここっていうのもあるけどまあここ引いた方がこう効かせるしさすがにここの方かとああでもこれ金やかあれ違う金やらへんねやえそれならなんか風ついて受けたいけどな金でかえって危ないかな なんか飛車から後々歩打ち同歩同金とか狙われやすいビビりすぎビビりすぎあ金寄これは夫婦でちょっと格闘を狙う手を目指しされてる気がするまあ一回一回銀冠にしてもう憂いをなくそう,もう10秒将棋で憂いがあったらそれ気になってもしゃあなくてこうパニックになるからでこれは何事 同馬とか同角は金でなんかいじめられそうやから同歩。あと金だけ上がらせ。金。これ,これ刺させてくれたらもう何の文句も。何の文句も言いません。はい。勝ち。これは腐敗かさすがに腐敗かふー。これ金金キンキンとかしたいな。ちょっと欲が出てきた。 いや、5が深いかな、これ。人間の5の深さが出てるかもしれん。なんか、銀冠組めただけで満足するんじゃなくて、ちょっとより強固な銀冠を、本格的な銀冠を目指しに行ってるけど、ちょっとそれよく丸出しかな。まあ、これは一回取って、こういうとこも冷静に行こう。もう自然な手。自然な手を積み重ねていく。同金で、フーツと。 なんかねプロ棋士の思考をどうやって次の一手を考えてるのかっていう研究があってなんか最近その本読んでるんですけどあま講談とかプロ棋士はなんか考えれば考えるほど指しての精度が落ちるらしいんですよねもうほんと 0. 点何秒で見えた手が一番精度が高いっていう説があってもうだからもう考えないわ、うん、考えないはいもう銀使うはい もう今銀,銀が一番いい手やと思ったもんあこれでも風打同歩同桂がなんか両取りになるから嫌やわいややってこないいやでもこれなんか桂馬の両取りの位置いるから馬かわしたいなこことか,かわしとくこう牽制しつつ桂跳ねられても両取りにならないと問題はこれ後手陣をどう崩すかないよな 後手陣を崩すプランが一切見えてなくて一、まあ、回桂馬跳ねる次風突いて同金なら歩でまた金いじめる同歩なら歩の次歩攻め次歩攻めとかやってみたいけど風突き同歩歩同歩同桂金よりあわからんいけんのかがわからんって自爆やったらひどいからなー 同歩は同桂いやでもこれ多分同歩同金歩打ちで金引いて手待ちってことやな多分そんな同桂とか野蛮なことはしてこない気がするえっ、ー、ある意味一番野蛮やった取らへんっていう野蛮さちょっと一回ここついとこう桂打ち消して。 銀貨はこの端フついとくとついとかないではもう大差なんでついといた方がいいええー？とがめられた端フついたんとがめられてんけどえでも同歩で風たらしの筋とかできたから桂跳ねから端攻めてくるってことなんかないやさすがになな何それふは いやー危ないかな危なないかな逆にちょっと銀からなんかどっかで銀とかそういう攻め誘発する可能性あるいやあ来ちゃったねここに引かないとこことか出るとここ薄くなるからここ引きたいここを補強しといて飛車で狙われてるんでまあ次風打ち狙ってどうかああ垂らしてくる まあ同桂もあるし、歩打つてもあるし。まあでも普通は歩か。これでタダで桂馬取れますもんね。ただこの隙に香車走ってきて、桂馬取った瞬間がぬるいから。あ,あ、待って違うわ。これ香車走って桂馬取ったら歩叩かれる。同銀に歩なられるわ。やばい。じゃあ歩打つんか。ちょっと歩成りをケアして。いや、今のよう気づいたわ。 今の気づいてなかったたら死んでた油断ならんマジでこいつでこれでさすがに攻めがないから銀上がってくるこれは取れるか歩たき銅銀強走りとかあるけどまあそこで強車走って風回収しとけば攻めはないでしょうあーはいはいあでも同金で歩打つと金スライディングか。 いやでも相手から歩打たれたら嫌やえなんか攻めうるさいねんけどなんか攻めうるさくなってきてる気すんねんけど大丈夫そういや若干嫌な香りしてる気がすんの気のせい同郷で桂で風払う同郷なり同郷風たたき同金桂馬とかって嫌やねんけど とりあえず次風なられたら嫌なんででこの風の取り方は普通桂まで取るんですけどいやこれ同郷なり嫌やな同郷は風叩かれるあそこ7筋も絡めていや分からん聞かされやなこれはでも聞かされ。 丁寧に言って悪いはずがないという思想のもとやってるけど,どう禁で何それいや打ち込まれたくないから取ったけど軽打ちの筋があるからうるさいんかな風なり同香風同香桂馬が金香両取りみたいなだから同角同角はいや分 ないね、ちょっと銀上がりたい飛車の横利き通して銀使ってこれ上がれるかがマジで運命どうこう攻めてんねんいやでもそれ元気出るなそこしかなかったんだねってことですもんねまあ冷静に取っとこう一回いやこの手見て元気出たわこれしかないようではさすがにあ銀で攻め使ってくる 銀やがりてー強打ちもある、ね、でもそれ駒渡すから嫌やなこれ桂打ちあることに刺す直前に気づいたんですけど大丈夫そう馬積んでるんですけど大丈夫そうおいーこれ大丈夫 まあ取られて大丈夫かなーこれふうなると角打ちあんねんけど飛車銀両取り怪しいね怪しいねさあ怪しくなってまいりましたどうしてこんなに怪しくなるんでしょうかそろそろでももう香車で駒もらいに行くかうんこっちもちょっと駒もらいに行こう。 駒もらわんことには駒もらわんことにはって気がしてきた。で取って同金は玉頭薄くなるからまあ腐ですね。そこで何をしてくるか次桂馬打ってなんか玉頭を狙っていきたいんですけどこっちはそれでどうかやなそれでどうなってるか。角金取り受けにくい いや金取り受けにくいいやこれは銀とかがあるからダメなんだって銀とか強者強者いやそういう手があるから銀打ちは金利なんよなまあでもかわすしかない同飛車は角で銀取られたんででもこれで逃げてきて その瞬間がぬるいでしょうその瞬間がぬるいんだがやることがわからんいやーノリ一旦ノリで打ってしまった銀打ちはかわすかわす一回銀上がってさ飛車の可動域広げといた方がいい銀とかいじめられても横逃げれるようにそれが冷静か これが冷静じゃないなんか意味わからんイントネーションになったわ生まれてこの方使ったことないイントネーションになったあく。ふ銀は金が浮く同金はまあ同金かな後々なんか銀打ちの筋ができて怖いけどまあ一応今は銀が守ってるからふは引くそれは 合わせて同風同金意味ない。いや、意味ないかな、意味ないかな。意味ないのかなしかも、これ強なってくんのか。ええー。しゃーなし系までここ足す。系も余ってるし。こっちに言った方が、なんか迷惑かからんかった説あるな。 中央に使っちゃったけどなんかかえって狙われるかもしれんふうまあ同金と取らない逃げる手は拠点残るから同金と取りたいけど取って実際何なのかまあ形は乱れてるけど実際何なんですかって聞いてみる次取って同金風とかで拠点を作ってみたい一回打ってくるこれはまあ角の逃げ場所がここしかない。 銀とか嫌なんかな逃げたら馬入られるもんね。あ、同歩。同歩じゃないけど。一旦戻し。叩く。いや、相手陣の急所がマジで見えん。このゲーム形勢良くても決めきらんとかてへんからな、マジで。その理不尽さが、その理不尽さが、ちょっと出てしまってるかもしれん。 いや絶対違うなんな急所が見え急所が見え道同に封筒としてるけど別に桂馬かわされるしな桂馬打っても筆催促されるでしょいやちょっと方針決まらず刺しちゃってんな方針決めきれず逃げてきてこれ使いたいよね 使い方ないんよね。ってかこれ「風」つかれるんよね次。いやちょっと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 金打ちを狙ってますただ筆催促されちゃう普通にほらちょっと待ってマジでやばいなこれマジでやばいわ一回「風」とかどっかで打った方がいいんかなまあ「風」なり捨ててからですけど。 でも引かれてあんま意味ないよなよく上がって角引きからこう使う手を見せるいやいや決めきれないよ回収してくるまあ一回使うまあ今の位置よりかは使えるよねこっちの方が でもないよな。でも次どう使うのないよな。これだってさ、気づいたらさ、もはや駒の損得なくなってない。一応金属か。一応金属はあるんですね。金一枚は多い。そう聞くと、まだ悪くはないような気がするけど、まあ一回金入る これ、飛車引いて、金引いてってしたら千日手じゃない飛車引いて、金引いて、飛車上がって、金上がって。うわ、打開された。打開されてんけど。舐めよって。いやー、取るか。同,同,同桂、歩。それ、同成香か。同桂、同銀。うーん。 金って桂馬取りに行きたいけど普通に桂成られちゃうよなーいやーダメだこれじゃこれじゃダメだ金寄る歩はまあ同金は働き悪くなるからとかまあどこ行っても働き悪くなるからここの方が夫婦なりの楽しみがありそう。 ギンギンとか間に合えばいいなぁ。いや、めっちゃいじめてくる <laughs>。めっちゃいじめてくる。まあ、取るか。しゃあなし。しゃあなしね。しゃあなし取って。マジでこっちの楽しみはギン,ギンあ,あ、風打ち狙ってきてる。むからんしなぁ。 いやもう行くか。風打たれたら金かわす。それまた桂馬とか打たれるけど大丈夫そう。絶対大丈夫じゃないね。でも同金で桂馬、金渡すのもやってられんでしょう。ういやもう上、もう銀打ってきたら玉上がって上で、上で頑張ろう。ラピュタで、ラピュタで頑張ろうこれ。飛車より。 これ金助けるなら金寄りしかないですけど働きがうんちすぎるしゃあなし玉上がって風ついて風ついて玉玉とかでこう入玉目指していくかいやきっなんかでも金渡しちゃうともう粘りようない気がするから引くかで風ってきたら金引いて我慢して 我慢できてんのかな <laughs> これ金引いたら玉頭薄いから銀打つのが普通ですけどあえてこっちに打つ方がきつい気がする。だから銀って手順に玉上がれるからワンチャンそれはありがたい気がするんよなあーでもそっちなんやそれ上がるけどこれと会えてるくないこれ入玉ワンチャン。 同歩でえ同歩であ銀銀成同玉銀打ち逃げて金打ちから寄せようってことかこれ「し」これしってやつこれもしかしてし「し」「し」ってやつですか このいって金打って引いて銀取られて上から押さえつけられて私の唯一の望みの入玉消えました唯一の望みの入玉消えちゃいましたこれでまだ詰めろではないよねこれ詰めろではないいや銀銀 いやーもうでも受、OK、けもないしな風とか打たれるけど銀とかまあ歩かな普通は同桂は銀打って玉落としてここ弱くしてから桂なりとかくんのか同桂なり同角同金同玉は上に蹴れて起きそう銀打って引いてあれあーまあまあちゃ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 そう。 同桂りで同角に銀打とうとしてんのかな同金なら同玉でワンチャンあると思うんやけどそういう説ないまあそうっすよねまあそうっすよねまあそうっすよね,っすよね取った手が。 何色これ何ろ窓詰めろよなこんなんでもまあもうけはないなこれ。 負けましたいやマジく強すぎ強すぎえちなみにこの局面って評価値何点さついてんのやろうあ2200点ぐらいですねちなみに前回の将棋も終わった後評価値調べてみたんですけど2300ぐらいだ2200300ぐらいなんで。 そか評価値的には前の局面と前の飛車もらった局面と今回の局面は同じぐらいなんですね。人間的にはこっちの方が勝ちやすい気がするけどなそれでも勝てんかそれでも勝てんのそれ何何が悪何が悪もうちょっと攻め攻めた方が良かったんかな まあ一回やった反省を踏まえるとちょっと攻め味見せた方が将棋的にも勝ちやすさ的にも良かったかもしれないっていうのは思いましたけどでもこんな攻めがつながると思わんもな思わんもな言うてそういう言い訳をしつつまあぜひ皆さんもこれチャレンジしてみてくださいありがとうございました